アンネ・ゾフィー・フォン・オッターアンネ・ゾフィー・フォン・オッターは、スウェーデンのメゾソブラの歌手。レパートリーは、非常に広く、オペラや宗教曲、歌曲といったジャンルに広がっており、スタンダードな作曲家の他に、演奏や録音活動を通じて、バッハ以前のバロック音楽や、チェムリンスキーやコルンゴルトのような世紀末ウィーンの作曲家、シャミナードのような女性作曲家などを、不当に忘れられた。 作曲家の再評価にも取り組んでいる。オペラにおいては、特にズボン役の女性歌手の一人として知られ、楽曲に私的な解釈を示すことでも知られる。ストックホルム出身。外交官の父親に従って、ボンやロンドンでも育つ。ストックホルムで学んだ後、ロンドンのギルドホール音楽演劇学校に学び、バーゼル歌劇場と契約して1983年にハイドンの歌劇、 騎士、オルランドにおけるアルチーナ役によりオペラ界デビュー。1985年にコベントガーデン王立歌劇場に、1988年にメトロポリタン歌劇場にケルビーの役としてデビューを果たす。1987年にはスカラザにも進出している。オペラや宗教曲ではモンテベルディ、ヘンデル、モーツァルト、リヒャルト・シュトラウスの歌唱で名高く。 リサイタルでは、ブラームス、グリーグ、ボルフ、マーラーのリートに取り組んでいる。ゲルマン系歌手には、珍しいカルメンなど、常に意欲的な挑戦も欠かさない。2001年には、エルビス・コステロとのクロスオーバーアルバムを発表して、オランダエジソン賞を受賞した。2012年、25年目の弦楽四重奏で、映画にも、出演、劇中で、コルンゴルトの、死のとの、 マリエッタの歌を披露した。ありがとうございます。